お洗濯情報をお伝えします。こちらは現在の千葉幕張の様子です。上空高いところにうっすらとした雲がかかっていますが、日差しの明るさは、こちら届いている様子です。太陽の位置も、見える程度となっておりまして、今日この後も穏やかな空続いていきそうです。あ、太陽も見えていますね。関東周辺、東日本エリアでは薄雲がかかっているため、ハロなどが見えているところもあるようです。一方で午前中から雨の降っているエリアもあります。この後のお天気の移り変わりを詳しく見ていきましょう。今日は東日本、そして東北南部を中心に影はっきり、快晴の空が続いていく見込みとなっています。ただ午前中は東北北部、秋田県は岩手県、そして、宮城県などでも一部雨雲が流れ込み、雨の降る可能性があります。北海道も東北を中心に雨が降りやすいです。また九州は南部ほど雨が降りやすく、一部雨足が強まるところもありそうです。西日本は曇り空が広がっても、お洗濯には問題のないところも多くなりそうです。では詳しい情報をお洗濯アイコンで見ていきましょう。今日は東京速乾アイコンがついております。日中にかけてはぐっと気温も上がっていきますので、引き続き、お洗濯大物も干せる天気となります。その他のエリアも OK アイコンが並んでいる中、仙台は一部心配アイコンがついています。場所によっては雲が流れ込み、雨の降るタイミングなどもありますので、外に干す際は空の様子を観察する必要がありそうです。また那覇も引き続き梅雨空が広がるため、今日もお洗濯はお部屋干しが良さそうです。ということで、今日も晴れるところ多くなりそうですので、梅雨の中休み、日差しを有効に活用してみてください。最新の天気やお洗濯情報についてはウェザーニュースのアプリからもご覧いただけます。